元気マンのアトリエ。はい、もうぐちゃぐちゃアトリエです。釣り道具ないやん。釣り具屋よりあるでしょ。ほんま？余裕で釣り具屋よりあるっしょ。あ、そうなん。これエロビデオじゃないん、ここ棚ある。リールやってここに多分100台はあるけんね。あ、ほんまやね。よくあるね。むちゃくちゃあるよ。すごいね。うん。これ使ってないリールは。これ、視聴者の人に配る？怒られる、怒られる。こんなにあるん？もうわけわからん。一応分けとんやね、ベイトとスピニング。そう。それぐらいやね。うん。けど、こうやって一つの買い物かごにぐちゃっと入れとる人とかはなかなかおらんと思う。うん、どなんしとんかな、みんな。みんな一個ずつ、今日。うん、一個ずつ棚に置いてる。なるほど。ホルダーとか、なんか。ホルダーとか。こういう使い方をしちゃダメですよ。ああ、なるほどね、うん。で、こういう使い方を知って、僕は壊していくんで。ああ。それが仕事やった。ああ、なるほどね、うん。雑に使ってどんだけ持つかみたいな。そう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 。だから、ピュアフィッシングの中でも、アブガルシアのプロスタッフの中でも、ダントツで壊しとったみたいな。ああ、なるほど。うん、へえ。そう、壊れたらいかんからね。でもそうそうそう、そんなんじゃ壊れたらいかんなんですよね。でもね、この間、うん、二十何年ぶりにリール買った、うん、あ、もうどこもついてないからリール買うてみた。へえ、シマノ買うてみた。あ、ちょっと他社を僕知らないんですよ。うん、こんなん買うてみました。へえ、何用のつもりで。これはね、シャクメバル4000番よ、シマノの。来週から石垣行くんですよ。うん、はあ、それ用に。なるほど。ちょっと中型クラスのさ。なるほどね。で、今、フィンチの方で9フィート5インチとかで何回差を作るんで、うん、それのテスト用を、うん、はあ、ちょっと買ってみようと思って。いるわ、思って。うん、で、ね、まあ、あるんやったら買わんのやけど、うん、大きい版ってなかったんですよ。うんうんうん、やけん20何年ぶり ?22、3年ぶりにリールを買った。へぇー。そう。これからは、でもあれやね、いるとなったら買わないかんね。いや、もう全然。まあ、釣り道具高いっすよ。高いけど、うんうん、今までの不自由さ、契約上の不自由さを考えてたら、うん、ビビたるもん。ああ、そう。それぐらい窮屈やった。いや、窮屈じゃない。自由にさせてもらえよったけど、うん、窮屈というか、その、例えば、ロックフィッシュ用の竿をね、うん、これ今、アブガルシャ。うん。竿、うん。まあ、僕モデルとかがあるわけです、うんうん。だから、一番使うロックフィッシュのロッドと、ペバルのロッドとか、アジのロッドとかを、フィンチでないんですよ。ああ、なるほど。僕が契約上、そうか。自分のモデルがあったから、うん、作らないで。うんうん。そういう話。それはまあ、あれやね。うん、紳士協定じゃないけど、まあ、ね、大人の世界やね。契約書があった。うん。うん。それを買い取ったから、まあまあ、けど、20年以上お世話になったから、うん、まあ仕方がないなって思いよったけど、うん、好き勝手ができるようになったから。なるほどね。超嬉しい。なるほどね。うん、もう自由に。けどね、今、コロナに戦争でしょ、うん、円安でしょ、うん、で、原油高でしょ、うん、もうね、ものづくりにプラスが一個もない。はあ、うん。そう、作ることに集中できるとか、そういうのはない。もう他のことを考えんと。いや、まずコストが合わない。どこもやけど。で、戦争によって、輸送がもうぐちゃぐちゃ、うん、で、コロナに今、中国コロナ今ですよ、うん、もう4月の10日ぐらいやけど、今ロックダウンしようって、ね、中国、うん、もう手も足もでっていうもんで、一応開発は進めようんやけど、うん、停滞してるっていう状態なんです。あ、うん、早くね、この外遊びでも、うん、フィンチのロッドでアコを釣ったりメバル釣ったりしたい、うん、フィンチのロッドで50アポを釣る。そうだ、ね、今はやけん釣ってない、うん、ああ多いと、そう、多いとそれきついな。多いとんすよ。なるほど。いい写真映えしないでフィンチの竿じゃないで、うんうん、やけんわざと多いと。なるほど、うんうん、
そう、というわけで、まあ、ものづくりは、今、まあ、どこの業界もやけど、かなり苦労をしながらやってます。うん、なるほど。うちもやけど、かなり苦労してます、ね。試作品を作ろうとしても、部品が入らんかったりとか、そういうこともある。そう、ありますよね。うん、バンバンある。うん。そういうのがバンバンあって、で、フィンチなんか特に、例えばね、10個作って、うん、7個ボツにするんですよ、僕が気に、ちょっとここが気に入らんとか、うん、そういうなんで、ただでさえ工場が激怒しとんのに、うん、それで、じゃあこれで OK ってなったら、うん、じゃあ生産分の数百枚分材料入れてってなったら、うん、材料売り切れてます、うん、材料入りません、うん、で、またボツになるんですよ、あその繰り返しで、うん、けどいいことももちろんあるんで、うん、そのいいことをどれだけ伸ばせれるかっていう、うん、はい、ことで一つね、今月か今月なんですけど、うん、雑誌、うん、ゴーアウト、おう、アウトドア雑誌、アウトドア雑誌ではもう日本ダントツのトップをのし上がる、うん、ゴーアウト、とうとうフィンチ出ます、顔出し、顔は出ん。顔は出んね。商品撮影。なるほど。商品の紹介で、うん。初めてフィンチが出ます。へぇー。うん。で、今、日本全国回れるじゃないですか。うん。ポップアップイベント。うん。で、それで、1回目、福山。福山ちゃん、ごめんなさい。福岡。うん。行ったでしょ。2回目、広島。終わったでしょ。うん。5月、大阪が控えてるんですよ。うん。で、6月、まあ、東京か名古屋かで8月とかどん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 北上していこうかなと、うんうんうん、っていう、まあ俺アンギャの旅もあるし、うん、でロッドももちろん進んでるし、あと何があるかな、けどなんやかんやでバタバタと物が作れんなりにバタバタとしてて、いい感じに、で、その間で釣りもね、監督とちょこ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 行きながら。釣れんけどね。マジで、今年はね、やばいよ。うん。うん。メバルやばいね。うん。やばい。うん。うちの地元から、メバルが消えた。絶滅危惧種になったんじゃなかろうかっていうぐらい釣れん。これがね、いろんなとこで話聞いてると、釣れるっていう人が、釣れてるよっていう人が時々おるんですよ。はい。で、釣れてるって聞いたら、平場師匠って釣れるよ、岩場行ったらとかって、船ではね、なんか例年よりちょっとメバルが混ざることが多いみたいな話をしとるから、うん、おかっぱりに寄ってきてないっていう可能性はあります。もう俺とか完全に岸釣りやからね、うん、なかなか、けどマジで絶滅危惧種じゃないからっていうぐらいメバルが少ない。釣れんね。釣れん。なんでやろう。今までと同じようなことをしよったらいかんっていうことやから、うん、ちょっと新しいこともちょこちょこは考えようも考えようも、うん。これでも世の中の人は元気マンが全部釣ってしもたからおらんようになったんちゃうかと思っとんちゃう？そうやって言われたよ。ねえ。けどね、2年前までエグかったけんね。まあでもこの2年は、うん、実は動画アップしてないけど、釣れずに帰ったっていうのが意外とあるよね。ある。ね。うん。あるね。うん。年間っていうか、ワンシーズン、2、3回はあるね。うん。うん。けど、一つ言い訳としては、うん、ちっちゃいのを全部捨ててる。うん。っていうのはもう、絶対的にあるんですよ、うん。うん。ちっちゃいのを釣れない釣りをしてるから。っていうのもあるけど、それでも釣れん、うん、で、2年前監督とメバル行き出した時って、うん、ね、ワンシーズンですよ、うん、だいたい2月ぐらいから4月、5月、4月いっぱいぐらいまでで、うん、25アップ200匹ぐらい釣ってるんですよ、うんうん、そんぐらい釣れよったんじゃないですか、うんうん、今何って、いや、エンディングは魚並べて取りよったもんね。そう今はないもんね、うん、並べるの恥ずかしくって並べれるもんね。そう並べれんし、逃がしちゃうのも多いし、うん、23以下とかってもう逃がしちゃうから、うんうん、まあ釣れんけど、原因は必ずあるんやけど、今んとこちょっと分かってない、うん、
けど、まあ今ちょっとメバル最近行ってないじゃないですか、うんうん、今いいんじゃないっていう感じ、水温が急激に上がってきたから、うん、今からじゃないかなって思うようやけど、うん、今からってアコウも今からないよね、うん、だからメバルかアコウかって言われたらアコウ行きたいな。メバルもね、年明けてからね、今から今から言って何回も言うとるで、何回も言うとるけど冷静に見たら、うん、水温10度以下の時に今から今から言うんですよ、うん、ああなるほど、10度以下なんかダメやから、うんうんうん、それ分かりつつ、うん、自分のモチベーション上げるために、なるほどね、今からこれから釣れんかったらじゃあおかしい、おかしい、はあ、今いいと思いますよ多分、うんうん、やけど俺はアコーに行きたいかな。おーっとたまにアコー7割メバル3ぐらいでいいかな、うんうん、数行きたいですね、うん、行きたい行きたい、うん、来週石垣やから、うん、今週中にもう一回ぐらいは行きたいから、うん、いやもう暖かくなってるじゃないですか、はい、もうなんか30度超えてるところも出てきよるらしいから、そうなってくるとあれはフィンチのあの新作とかって予定どんなんですか。めっちゃ出ますよ。ウェブで上がってるもん、こんなん出るよ。まだ出てない。出てない。出てない。え、言える範囲でなんか。言える範囲で言ったらロン T 系、あ、半袖 T シャツ系は、うん、まあ、いつも通り出てきて、すごいのが、サングラス作った。お完全、あの、オリジナルを。うん。まあ、もちろん委託はしてますけど、うん、ちょっとね、あ、今ここにはないね。うん。うん。ちょっと面白いサングラス。へぇー。うん。監督も多分、何これ見たことないっていう。へぇー。サングラスを作りました。で、もちろん変更？変更。うん。うん。変更、あ、サングラスじゃない、変更グラス、ね。うん。で、変更なんやけど、まあ、すべて 100% メイドインジャパンです。おう。で、サバエです。おう。メガネといえば、サバエのサバエ。はい。で、作ってます。しかも、プラスチックとかじゃなくて、うん、3D プリンターで成形してます。おう。もうこれはすごい。うん。これはね、他はまずないと思う。へぇー。あ、フィンチやりよったな、みたいなの作ってます、今。すごいね。それがいつ頃？夏までには出る。夏まで。うん。うん、3D プリンターが一個一個なんですよ。そうやね、うん。うん。で、言うても何百個も作ってるんで、うん、売れ残さんようにせんって思うけど、うん、けどね、あの自信持ってこれいいよって言えるものが出来上がりました、うんうん、楽しみ、はい、あと靴も出来上がってるんやけど、うん、靴は実は大幅に遅れます。あ、出来上がっとんのに遅れないっていう、なんていうんやろ、運送関係の問題です、うんうんうん、T シャツみたいに一箱に100枚とか入らないんで、うんうん、一箱に靴って6から8ぐらいしか入らないんですよ。あ、で、そうなったら、こんなでっかい箱が、100箱とかになる。うん、あー。うん。100箱を、運べる運送会社が、今、めちゃくちゃ値上がりしてて、うん、約3倍になりました、運賃。3倍になったら、もう、やらん方がいいぐらいの金額になったんですよ。うん。うん、まあけど、今日は、ちょろっとの時間だけアコーに行けたらなっていう感じで、今セッティングしようと最中だったんで、うん、どうやろう、釣れるかね、監督。ほんまにメバル捨てたんやね。捨てた？アコーだけで、今日、あの、前回、取れんかったのがもう悔しすぎて、なんで取れんかったんやろっていう、そこそこでかいって思われるやつが、うん、まあ、フッキング、ちゃんとしてなかったっていうのももちろんあるんですけど、うんうん、まあいつ取りに行く、うん、イラッとしたイラッとしたイラッとしたじゃあ行きましょうか釣り、うん、行きましょう、うん、いい時間になってきましたね、うん、はい、行きましょう、はい、じゃあ釣りの動画は後ほど釣れるんかな、釣れたら上がる上がる、うん、今日は多分釣れんね。いや釣れるよいや釣る、頑張りますはい、はい、食った食った。ほら食ったよ。よいしょ、はい、よいしょ。
あーしんどい、あー取ってなかった、間違ってなかった、食ってなかった、食ったよ、食った、取れてなかったね、はあ、サイズよ、お、ほんまや、食った、食った、大きい、ちょい大きい、ペトラの入り口でもなんでもない、なるほど、いやしんどいわやっと当たった、やっと当たったね、コンディションええよ、でも、うん、元気もなんか分かった気がするわ、はい、僕がカメラを止めとる時に釣れるんかもしれん、ねえ、うん、ナイスコンディション、35ぐらいあるよ、うん、35cm、うまい、2レンジ丸飲み、不意に、うん、不意に、うん、いやーちょっとドキドキしたねドキドキしたうん、当たりがなかった、うん、あ、ほんま、うん、ボソって感じ、あー、そういう感じなんや、そういう感じだ、目の前に落ちたんかな、うん、多分それをちょっと吸い込んだ感じ、うん、もう、こうやってなんか、ウィードでもかかったかなと思ったらブンってなったっけ、あれって思って、ふっとんって思って何の当たりもなかった、なるほど、いや疲れるわ、いや監督ショック、いや貴重なバイトを取れんかった監督ショック。